めぐが家に帰ってないいみたいで今すぐ駅前に来てメグを探し出さなきゃこれで全員揃ったわね落ち着きなさいめぐみは学校に行ったまま自宅に帰っていないそうなの今はご両親も別のところで必死に探しているらしいわ今日めぐみの姿を最後に見たのは誰それは私たちだと思います ねっなら下校後に消えてしまったようねあい、そっちはどうダメです今もメグに連絡してるんですが電源を切っているようで出てくれません。 あ私ならこれから私たちで探しましょう二人ずつ組んで手分けをして探せば早いわ危ないところには行かないこと見つかったらすぐに連絡すること いいわね。めぐ。一体どこにいるの。 ネグが行きそうなところネグが行きそうなところ。 あのこんな時になんだけどううんこんな時だからこそ君に知っておいてほしいことがあるの知っておいてほしいことがあるの君に 私とメグはね、中学一年生の時からずっと同じクラスだったの。友達になったきっかけは、私がメグの筒井ってミュージーを気に入ったから。そこから付き合いが始まったんだよ。でも、その頃のメグは、とても内ちで、引っ込み思案で、今思えば、 私ともすごく遠慮がちに接していたうんそれが本当の友達親友って呼べる関係になれたのはあのゲームセンターで偶然出会ったからなの メグのゲームをプレイしているときの笑顔素敵でしょ私もそれに惹かれたんだその時に私バサムをプレイしてるってカミングアウトしてメグもゲームが大好きだって話してくれて。 学校では内緒にしていた部分をお互いに知ってようやく私たちはちゃんと友達になれたんだまあとはいってもまあとはいってもメグがゲーム好きなのは学校にはバレバレだったみたいだけど。 メグがゲーム好きなのは学校にはバレバレだったみたいだけど、ゲーセンにいるのも同級生に見られてたりしてたから。でも、学園に入ってから、メグは変わったわ。 変に色気を出そうとして周囲の大事学生の気を引いてそれはとても無理しているように私には見えてけどね君と出会ってから彼女はまた変わったの こうでもあの笑顔を見せてくれるようになったでしょそれは君のおかげだと私は思うだから <laughs> メグをお願い メグを、助けてあげていた <laughs> またダメだメグ 私みんなに連絡してくるからメグのそばにいてあげて頼んだからねあっ <笑><笑>ごめんでもどうしても一人になりたくて。 あなたには関係ない話だよ関係ない上にすっごくつまらない話だから聞かない方がいいよえ ああ、うんそういえばそんなことを言ったねううん。<laughs>